その山田を抑えていこうという8番の細田純平、その細田に近畿勢が乗っています。9番の川西亮介、8番の細田がジャン前に切りました。近畿の両者が2、3番手に乗って、4番の松丸博則が4番手、1番の石山切り替えて5番手、6番手に引いた7番の山田純也、山田純也がどうやらまくりになって4コーナーから直線です。ジャン前を抑えた8番の細田、最終周回、しかし早めに踏み込んで7番の山田純也、山田仕掛けて現在は3番手アウトコース、マーク2番の児玉俊文、そして5番の市野茂、2コーナーからバックです。バックまくっていけるかどうか、9番の川西亮介、しかしこれを伸び込んだか、7番の山田純也、3コーナーカーブまくりきりました。追走2番の児玉俊文、そして5番の市野茂、4コーナーから直線です。まくりきった7番の山田、山田先頭だ、後ろ2番の児玉俊文、詰め寄ったところがゴール。細田頑張った、お疲れ。山田頑張った、お前次第で俺次第よ、まず最後まで。頑張った。はいはい、やばい、準備中止です。もう今日もあるやった、はいはい、外で次第で置いといてください。形的にはなんか山田さんと細田さんで、そうですね、2分戦みたいな感じだったんで、はい、まあ、とりあえず風強かったんで、はい、前に取って、はい、本当は、まあ、行けるところから行こうと思ってたんですけど、ちょっとね、なかなか自転車が出てくれんくて、きつかったですね。そうですね、細田さんの方がね、こうラインが高くなってたんで、あ、そうですね、はい、飲み込むまではね、ちょっとちょっと時間かかりすぎちゃったですね。早くターンって行けたらよかったんですけど、はい、ただ、725でチューブで、そうですね、はい、ラインで決めてたんで、はい、まあ、よかったと思います。そうですね、上場の立ち上がり、風はちなみにどうでした？どの辺がきつかったですか？いや、もう全部きつかったですね、初戦。受ける感じ、横風どっちですか？ちょっと受ける感じだったんですけど、はい、あんま流れないなと思って、その辺がまたあれですね、修正、はい、直線のスピードが一緒の時にピッチャーがこう、まあ、それぞれコーナーで受けるそうですね、ええとこで来たわ、すぐに来てくれ、何も対処できなかった、すいません、ごめんな、ありがとう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 、